こんにちは、鉄道ニュースの時間です。今回は新宿と箱根を結ぶ小田急線の特急の紹介です。特急はロマンスカーと呼ばれており、特急用車両が使われます。ただし相模と江ノ島は箱根には行かないです。こちらの特急は相模なので箱根には行かず、小田原までとなります。車体の色で見分けることはできず、車体や駅の LED 表示を見て判断する必要があります。小田急のスタッフは優しいので彼らに聞くのが一番です。箱根に行く人は気をつけてください。ありがとうございました。ほぼ毎日鉄道ニュースを発信するので、よければチャンネル登録といいねをお願いします。